皆様こんにちはピクテジャパンの塚本です平成より格別のご後輩を賜り厚く御礼申し上げますさてピクテグローバルインカム株式ファンド毎月分配型以下当ファンドと申し上げますが7月11日に第208期計算期間2022年6月11日から2022年7月11日決算を迎え 分配金1万口当たり税引き前これまでの30円から20円に変更させていただきましたなお同日の基準価格は2795円でした今回の分配金に関しては現在の基準価格の水準分配対象額利子配当等収益投資環境等を総合的に勘案し決定いたしました これから分配金を引き下げた背景や足元の投資環境などについてご説明させていただきたく思います。最初に当ファンドの運用実績についてご紹介させてください。当ファンドは世界の高配当利回りの公益株に実質的に投資することで、安定的かつより優れた分、配金、原資の獲得と信託財産の成長を図ることを目的に運用を行っています。 設定日であります2005年2月28日から2022年7月11日現在までの分配金再投資後の基準価格は2万6706円設定来の収益率は税引き前でプラス167.1%年率換算でプラス5.8%となっています。 次に分配金を引き下げた理由についてご紹介させてください足元の投資環境や基準価格の状況等を総合的に勘案し分配金を引き下げました当該引き下げ分は運用資産としてファンドに留保することで信託財産の中長期的な成長と安定した収益分配のバランスの取れた運用を目指すという当ファンドの運用の基本方針を踏まえた対応を行うためです さらに2点ご紹介させてくださいまず基準価格と分配金再投資後の基準価格の差が拡大しているという点についてご紹介いたします当ファンドの過去5年の分配金再投資後基準価格はプラス52.6%年率でプラス8.8%の収益率となっています一方で基準価格は 分配金をお支払いした分だけ下落するため同期間でマイナス28.6%の下落年率にしますとマイナス6.5%となっていますその結果分配金再投資後の基準価格と基準価格との差が大きくなっています分配金を引き下げた額を留保して運用資産とすれば投資対象市場が好調である場合には 新宅財産の成長をより高めることができます次に新宅財産の中長期的な成長と安定した収益分配を目指すという点についてご紹介いたします足元の投資環境においては米国の前年同月比での物価上昇率が直近で約40年ぶりの伸び率になるなど世界主要国で物価上昇が起こっています 2022年5月時点の米国物価の上昇率前年同月比は8.6%となっていますこのような物価上昇の中で当ファンドの実質的な投資対象である世界広域株式のパフォーマンスは2021年の11月頃より相対的に堅調な推移をしていますまた過去の実績では商品価格が上昇する過程では 世界公益株式は世界株式を上回って推移する傾向がありました足元の商品価格は上昇傾向にありますがこちらの詳細についてはこの後の商品価格や物価の上昇時に世界公益株式は相対的に優位のパートでより詳しくご紹介させてください以上の点から分配金のお支払い後に現金で保有するよりも分配金を引き下げて 当ファンドでより多くの運用資産を維持できるようにすればお客様の運用資産の投資成果を高めることが可能になると考えていますその結果中長期的な信託財産の成長と安定した収益分配のバランスの取れた運用を目指すという当ファンドの運用の基本方針も踏まえつつ足元の投資環境基準価格の状況等を総合的に勘案し 分配金をこれまでの三十円から二十円に引き下げることといたしました次に分配金と投資成果の関係について見ていきたいと思います分配金の多い少ないで投資成果を測ることはできません投資成果を判断するためには基準価格に受け取った分配金を加え総合的な収益を見ることが必要です ファンドで得られた運用収益を分配金として支払うか、ファンドに維持して運用に振り向けるかは、各ファンドの分配方針によって異なってまいります。投資成果を判断するには、基準価格に受け取った分配金を加えて、総合的な収益を計算することが必要となります。2022年7月11日現在で、当ファンドは累計12,920円の分配金をお支払いしています。 これに基準価格の二千七百九十五円を加えると一万五千七百十五円となります。そのため受け取った分配金を含めた設定来の総合的な収益はプラス五十七点二パーセント税引き前となります。なお分配金を再投資したとして計算した分配金再投資後の基準価格は、その期間の投資収益がプラスである場合には。 基準価格に分配金を単純に加算しただけの額を上回り逆に投資収益がマイナスの場合では下回ることになります次に分配金はいつ誰が決定するのかについてですが分配金は決算日当日に委託会社であるピクテジャパンが収益分配方針に基づき決定します当ファンドの収益分配方針を確認させてください 毎月10日休業日の場合は翌営業日に決算を行い原則として以下の方針に基づき分配を行いますまず分配対象額の範囲は経費控除後の繰り越し分を含めた利子配当等収益と売買益評価益を含みますこれらの全額とします次に収益分配金額は基準価格の水準等を勘案して 委託会社が決定いたします毎年3月6月9月および12月の決算時には原則として決算時の基準価格が1万円を超えている場合は毎月の分配金に1万円を超える部分の額および分配対象額の範囲内で委託会社がが決定すすするる額を付加して分配する場合があります1万円を超える部分の額が少額の場合には分配金を付加しないこともあります。 次に流保益の運用については特に制限を設けず委託会社の判断に基づき元本部分と同一の運用を行います。それでは分配対象額分配原資はどのような状況となっているかご案内させてください第208期2022年7月決算における分配対象額分配原資は1,232円1万口当たりとなりました 分分配配対象額分配原資は交付運用報告書は年2回作成基準は毎年2月と8月の決算日ですが作成し開示しています次に今後分配金20円は継続するのかという点についてご案内いたします今後基準価格の水準や市況動向等によっては変更の可能性もあります 当ファンドの分配金は中長期的な信託財産の成長と収益分配のバランスのとれた運用を目指すため基準価格の動動きや指標動向等を総合的に勘案しし検討いたします。そのため今後も基準価格の水準等によっては見直しが必要であると判断される場合には分配金を変更する場合がありますそれでは改めて当ファンドの主なポイントをご紹介させてください 主なポイントは以下の3点です1つ目のポイントは相対的に事業の安定性が高い公益企業の株式への投資という点2つ目のポイントは公益サービスに対する需要拡大への期待という点3つ目のポイントは相対的に高い配当利回りという点ですそれぞれのポイントをご紹介させてください。まず1つ目 相対的に事業の安定性が高い公益企業の株式への投資というポイントですが当ファンドの投資対象は電力ガスこうした日々の生活に不可欠な公益サービスを提供する企業の株式です電力やガスなどを手がける公益企業の業績は景気の影響を受けやすい自動車や外食などの一般的なものやサービスなどを手がける企業に比べて 相対的に安定する傾向があります二つ目公益サービスに対する需要拡大への期待というポイントです今ご紹介した安定性が魅力の一つである公益企業ですが一方では中長期的な成長機会にも恵まれています長期的には世界的な人口増加や経済成長が続くことが予想されておりそれに伴う電力などの利用量の増加が 公益サービスを手がける企業の業績に追い風になると考えられるからです。3つ目は相対的に高い配当利回りというポイントです。当ファンドは業績の安定性と将来の成長機会が魅力の公益株の中でも相対的に配当利回りの高い銘柄に着目して投資を行います。配当収益を積み上げることにより 中長期的な投資収益の底上げと、市場要因による短期的なマイナスの影響をカバーする効果が期待できます。なお、組み入れ銘柄の予想平均配当利回りは、2022年5月末現在3%となっています。この予想平均配当利回りは、当ファンドの主要投資対象である PGSF Global Utilities Equity Fund の状況です。 次に世界の公益株式の足元の投資環境についてご紹介させてください世界的に物価が上昇し金融引き締めと景気減速懸念が高まる中世界公益株式は1実物資産を多く所有する公益企業の企業価値が高まる傾向にあること2業績がインフレや景気変動の影響を受けにくい特性であることなどが 株価を下支えすすると見ています世界経済の成長鈍化やインフレに加えてロシアのウクライナ侵攻による地政学リスクの高まり日銀など一部を除く主要中央銀行による積極的な金融引き締めに対する警戒感も高まっており金融市場は不安定な動きとなっています。このような投資環境において世界広域株式は底堅く推移し 2021年11月頃から世界株式のパフォーマンスを上回って推移していますこの背景には物価が高騰する中で実物資産を多く所有する公益企業の企業価値が高まっていることそして業績がインフレや経験度の影響を受けにくい特性が注目されたことなどが挙げられます今後もこうした特性が株価を下支えすると見ています それぞれのポイントについて解説させてくださいまず商品価格や物価の上昇時に世界公益株式は相対的に優位というポイントです過去の実績では世界公益株式が世界株式を上回って推移する1年前より先行して商品価格が上昇する傾向がありました直近では2020年4月をそこに商品価格は高騰し 物価上昇圧力となっていますこのように商品価格が上昇した時期には世界広域株式はより優れたパフォーマンスアウトパフォームとなる傾向がある一方で商品価格が下落していた時期にはパフォーマンスが劣るアンダーパフォームといった傾向が見られました次に実物資産を多く所有する広域企業というポイントです 商品価格は物価に大きく影響を与えますが物価上昇時の業績や株価が相対的に堅調だった業種について20年余りの実績で見ますと土地、建物、工場などの実物資産つまり有形固定資産を多く保有する業種が挙げられます物価上昇時には実物資産の価値が高まり総資産における有形固定資産の割合が多い 企業の価値や株価評価が上昇すると考えられます公益企業は発電所や送電網などの有形固定資産を多く保有しており総資産に占める比率が相対的に高くなっています次に物価上昇に強い公共料金設定の仕組みについてご紹介させてください公益企業の収益のもととなる公共料金の設定の仕組みは 国や地域によって異なりますが規制下にある米国の電力料金の決定の例を簡略化してみますと電力料金はその企業の持つ設備有形固定資産の金額に長期金利の水準や利益率等を勘案し認可される一定のレートをかけそれに燃料費等のコストを加えて決定されます。 したがってこれらの要素は物価上昇時には公益企業の増収増益要因となりやすい仕組みとなっていますそれでは公益株の中長期見通しについてご紹介いたします中長期的には世界的に電力などの需要拡大が予想されており公益セクターの事業環境は良好との見方に変わりはありませんまた業績の安定性やクリーンエネルギーシフトへの動きは 公益株ににととっててプラスになるものと見ています世界的に物価が上昇し主力の発電源の一つである天然ガスの価格や電力の市場価格も上昇していますまたウクライナ危機は天然ガス価格のさらななる上昇要因となっていますその一方で風力や太陽光水力などのクリーンエネルギーによる発電コストは変わらないため クリーンエネルギー発電中心の事業者にとって天然ガス価格の上昇等に伴う電力料金上昇は利益増加要因となりますウクライナ危機を受けて将来的にロシアの天然ガスに依存したくないという欧州諸国の移行はクリーンエネルギーの拡大をさらに加速させることにつながるでしょう世界的なインフレの更新に伴い金利も上昇傾向にある中 金利の急上昇には注意が必要ですただし金利上昇時は物価上昇を伴う景気回復局面であることが多く株式市場全体が金利上昇後も堅調に推移しました加えて物価が上昇する中タイムラグを置いて電力料金が上昇し公益企業の収益が増加する傾向が見られたことから政策金利引上げ局面でも 公益企業の株価は上昇しましまた中長期的には世界的に電力などの需要拡大が予想されており公益セクターの事業環境は良好との見方に変わりはありません公益セクターは引き続き業績の実績や見通しが相対的に安定していますまた主要国地域の脱炭素化に向けた政策強化の動きは クリーンエネルギーへのシフト、グリーンシフトを目指す公益企業の株式にプラスになると期待されます。長期金利の急上昇などによる株価の調整は、中長期的な投資機会を提供する可能性があると考えます。最後に、今日のご案内につきまして、改めてポイントを振り返らせていただきますと、今回の分配金の決定に関しましては、足元の投資環境や、 基準価格の状況等を総合的に勘案し分配金を引き下げましたが当該引き下げ分は運用資産としてファンドに留保することで信託財産の中長期的な成長と安定した収益分配のバランスの取れた運用を目指してまいります。以上ピクテグローバルインカム株式ファンド毎月分配型の第208期2022年7月分配金に関するお知らせでした。 今後とも一層のご愛好を賜りますよう何卒お願い申し上げます最後までご視聴いただきどうもありがとうございました